はい、どうもでーす。電動ガンのモーター、ムフカで回してみたシリーズ。今回は、これ。オプションナンバーワンのプラグインブラシレスモーター。エントリーモデル。警報日で14,454円。でした。とりあえず早速開けてみましょう。これずっと開けようかな。こうかな。これがいいから。なんかシール貼ってある。このロットからかな。ああ、開けるなってことかね。まあ早速回すんですけど。このモーターはもう散々扱ってきたんで、いや、なんで今回エントリーにしたかっていうと、今使ってたハイスピード壊れちゃって、でエントリーにして、おっと、ちょっとサイクルがね上がりすぎちゃって、ハイスピードだとね、フロート回したとき初速が垂れちゃう。だからこれエントリーにしたらもうちょっとマシなんじゃねえのかなって。なので今回はエントリーにしてみました。はい、バッテリーはいつもの怪しい中間の 11.1V 97%、 うん、ちょっと減ってるけど、まあいいでしょう。電源入りっぱいじゃないですか。危ない危ない。49,000 回転。結構回りますね。プラグインブラシレスモーターのエントリー、ちょっと今調べてみるんですけど、あ、出ました。プラグインブラシレスモーターエントリーモデル。11.1V で、メーカーだと、42,700 回転。だからこれはあくまで 11.1V で回したとき。今バッテリー自体は 12.5 にあるんで、49,000 割ることの 12.5 にかけることの 11.1、 うん、やっぱり計算上は 11.1V で回すと 43,400 なんで、ほぼほぼ計算値に収まる感じですね。で、ブラシレスモーターこんだけ回るんで、ちょっと私の方からいろいろ使ってみた感想とか、まずこの49,000回るってことは、49,000割ることの 1.5 なんで、東京マルイのイージーサマーモーター、
あれが、まあ大体メーカースペックで3万回転いかないぐらいって言われてるんで、まあそれを考えた場合、通常のスタンダードのやつだとやはり早すぎるんですよね。エントリーでも。トルク型とか、ハイスピードなんかもう本当にもっと速いってレベルなんで。ロケ外で一応ハイスピードも回したことあるんですけど、このバッテリー使って5万9000回転くらい実は回るんですよ、あれ。なんで、やっぱ何かしらやっぱ対策取らないと壊れてるんですよ。まず、ギア比を落とす。これメカボを開けなきゃいけないんで、めんどくさいんですけど、ギア比を落とすとか、まあ、セクターカットをするなり、なんなりして、調整してやんないと、プラグインブラシレスモーター、割と簡単に組めるんですけど、簡単に組める割には、メカボを開ける技術がないと、安全に使えない。明らかに早いですもん。いつも見てるガンジン屋さんのサイト、UG3000 がその8.4V を直流安定化電源で3750回転。EG1000 がだいたい2万6000回転ぐらいなんですよ。2万6000。まあそんなもん。なんで、やっぱ、それを考えてあげると、その、無対策で、こいつを組むってのは、あまりにも危険すぎる。私のいつも使ってる、セミオート専用銃、あれなんかも、DSG を入れてますけど、ギア比自体は40対1、もともと26.67積んでたんですけど、それでも早すぎる。あれだと早すぎたんで、セクターカットを DSG で2枚かけてるっていうくらい早かったんで。本当無対策で使うには、ちょっと強すぎるかなーって感じ。海外の、また、仕様だと変わってくるんですけど、話が。海外仕様、初速が違うんで、スプリングが強いから、その前進速度が間に合っちゃう。だからまた話が変わってくる。まあ、よく、海外仕様は 11.1V OK だけど、日本仕様で買う場合、日本仕様のものは 11.1V 入れるとこうピスクラしますよって映画もあるんで、まあいろいろ考えた結果はやっぱギア比を落とすのが一番手っ取り早いかな。その上で、まあ対策としてセクターカットしてあげるなり、スプリング強くするなりしてあげるのが必要があるかなって。あんまりパワーがない、トルクがないんで、ブラシレスモーター。あんまりセクターカットしてスプリング強くしてあげると、持ち味の回転力速いのを犠牲にしちゃうかなって、ところもあるんで、私としては、まずギア比から見直してみる。のはいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回、実写もちょっとやってみようかなと思うんで、この辺で一旦切ります。また実写パートの方に行ったらその時はよろしくお願いします。はい、踏み込んできました。
じゃあ軽く打ってみましょう。バッテリーはさっきと同じ、いつもの怪しい中間の実験値ボルト。あ、まあフルオートだいぶおとなしくなりましたね。じゃあ初速の方も見てみましょう。はい、準備できました。弾は東京マルギの 0.2g プラダンで、マガジンはこの間ちょっと実験で買って結局使わなかった ICS のスプリングマガジン、試しにちょっと使ってみたいんで。じゃあ行ってみましょう。なんかエラー出ましたね。なんかよろしくないエラーが出た。でサイクルは30、うん、だいぶ悪くない。で初速もなんか垂れてないんで、うん、硬い、めっちゃマガジンが硬い。あ、これ抜けない。マガジンキャッチ新しくしたからだいぶ渋くなりましたね。ちょっとフルオート打った時嫌な音出たのが気になるけど、なんだろうな。少なくともセミオートは普通に打てるしそんな怪しくないんですけど、もう一回やってみましょう。サイクル30程度だったら悪くないと思うんですよね。なんかモーターが変な挙動しますね、電源入れた時。おっと、これどんなもん、ちょっとかかりすぎ。妙ですね、フロード押すとなんかサイクル上がり、サイクルじゃない、初速上がりますね。なたまになんかそういう現象起こるときあるよって。逆にこの間はフロートを打つと初速垂れ気味だったんで、なんかあるのかもしれないですね。はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバーイ。